NoFX はアメリカ合衆国カリフォルニア州出身のパンクロックバンド。パンクロック、メロディック、ハードコアの草分け的存在。ファットマイクと当時の彼の妻が立ち上げたレーベルは北米最大のパンクレーベルへと成長し、世界6大陸42カ国のツアーをめぐり、CD の売り上げ枚数はメジャーレーベル MTV を押しのけることも何度もあった。 ノー FX の曲は非常にスピーディでポップな楽曲が特徴であり、近作ではキーボードなども取り入れた幅広いサウンドを持つ。スカやレゲエ、カントリーなどの楽曲も秀逸であり、その陰には途中加入した l h a フェの存在が大きい。ことにドラムの、いわゆる2ビートの速さは他に類を見ない BPM であり、さらにライブではより加速する傾向にある。 1983年、当時高校生だったファットマイク、エリック・サンディン、エリック・メルビンによって結成された。バンド名は、ネガティブ・ FX にちなんで付けられており、ダサいバンドにはなりたくないという意味でノー・ FX となった。実質的なリーダーであるファットマイクより、ギターのエル・ヘイ・フェイの方がファットである。ハイスクール時代に組まれたバンドであったため、私生活の事情などによって、 結成当初は、バンドの入れ替えが激しかった。1989年に発売した、アルバム、リベラルアニメーション、リベラルアニメーションマイナスと、S、S&M エアラインズ S&M エアラインズマイナスによりヒットするものの、当時メンバー内で、マリファナが流行し、それに嫌気がさして、スティーブ・キッド・ウィーラーが脱退し、エル・ヘイフェがメンバーとなって、 以降は現在までメンバーを変えずに続けている。ファットマイクと当時の彼の妻がレーベルである、ファットレック構図を1991年に立ち上げ、日本人ではハイスタンダードが在籍し、同バンドに対してのプロデュースをして、彼らを日本に逆輸入という形でヒットさせる。CD の売り上げ枚数はメジャーレーベル、MTV を押しのけることも何度もあり、 ツアー6大陸世界42カ国をめぐる。また、サム41などノー FX に影響されたアーティストも多い。ザ・オー・エアリズムからは同レーベルから発売されている。以前まで在籍していたエピタフ、レコードとの関係は良好のようで、同レーベルのコンピレーションアルバムには、エピタフの社長であるブレット・ガービッツを擁するバッド・レリージョンも参加している。 このアルバムには No.FX 以外に Green Day、Offspring、Sum41、l a n ド d なども参加している。他にもメンバーの FatMike は Foo Fighters のクリス・シフレットらと共に ME f i r s t t h e g i m m i というバンドを組みカバー曲をパンク風にアレンジしている。日本版 CD は高価という理由からか10年以上日本版のアルバム CD は出していない。 ノー FX 自伝間違いだらけの、パンクバンド成功指南発売日、2017年11月17日、出版社、DU ブックス著者、ノー FX、ジェフアルリス翻訳、清水良 ISBN978 から4から866470368。ありがとうございます。